T92 240mm 自走榴弾砲とは、第二次世界大戦中にアメリカ合衆国で開発された自走砲である。同じく M18 インチ砲を搭載したものが T93 自走砲として開発された。どちらもごく少数しか生産されず、またこれらが投入される前に戦争は終了した。牽引式の M1 240mm 榴弾砲は、 その自重により運用が難しいものだった。M4 シャーマン中戦車の車体に 155mm 榴弾砲を搭載した経験が示したことは、T26E30 戦車の車体上におそらく搭載可能なこと、また同一の車体を用いて計画される重戦闘チームの一部として、M18 インチ砲も搭載可能と予測されたことだった。この打ち校舎に付与された故障は、 T93 自走砲である。この計画の他の構成車両は T26E5 突撃戦車 T848 インチ自走砲となる予定だった。両側面に7個の天輪を付与するため天輪を一つ追加したことで車体の延長が必要となった。駆動輪もまた車体前方へと移動させられた。1945年3月4両の試験車両の 限定的な調達が実施され、最初の車両はこの年の7月に仕上げられた。総計で5両のみが生産された。2両の T93 自走砲は9月に完成した。第二次世界大戦終結により、すべての契約が打ち切られた。T92 自走砲及び T93 自走砲の試験では、 日本本土への進行計画であるダウンホール作戦で使用できるだろうことが示された。この目的のため、砲弾に用いる特別な新艦が開発され、この兵器はコンクリートに対して投入できることとなった。T92 自走砲と T93 自走砲は太平洋戦線への輸送準備が進められていたが、1945年8月15日に日本の降伏が起こった。 残存した T92 自走砲が、ミシガン州ウォーレンのデトロイト交渉に保管されている。T92 自走砲と関連し、類似した車両である T93 自走砲も製造されており、240mm 榴弾砲の代わりにより、長方針の M18 インチ砲を搭載した。ありがとうございます。